元気でやってますか。この正月は久しぶりの帰郷で、何かとお世話になりましたね。空にしても10年ぶりのふるさとは、やっぱり何もかもがあったかでしたね。時が経ったのが嘘のように穏やかな日々でしたね。新しい道ができて街の様子は、幾分変わりはしましたが、一つ路地に入れば昔のままでしたよ。顔はそれなりに年を取ったけれど、心はちっとも変わっちゃいませんでしたね。幾夜の店でギターを弾いて、正月にはお城の坂を登りましたね。石垣もイチョウの木も青空も、あれから1ミリも変わっちゃいないのが、すごいなと僕は思いましたね。顔はそれなりに年を取ったけれど、心はちっとも変わっちゃいませんでしたね。幾夜の店でギターを弾いて、正月にはお城の坂登りましたね。それなりに年を取ったけれど、心はちっとも変わっちゃいませんでしたね。幾夜の店でギターを弾いて、正月にはお城の坂登りましたね。
先日は CD とピーナッツとチョコレートとポンカンと写真が届きました。どうも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 ありがとうね。神さんはこんなおいしいみかんは初めてと言って喜んでましたよ。お互い忙しい日々が続くけど、まあ元気で